発酵食品とは、食材を微生物などの作用で発酵させることによって加工した食品である。冷蔵庫などが存在する以前から保存食として、または風味を改良したり、食品の硬さを柔らかくしたりするといった目的でも行われる。日本の伝統的な食品では、納豆、醤油、味噌、漬物、鰹節など、世界ではパンやヨーグルト、紅茶、 キムチなどの形で利用されてきた。また、穀物や果物を発酵させて製造される酒は、アルコールが殺菌作用を持つと同時に、精神作用を持つ飲料である。近代における微生物学などを、科学の発達により、発酵作用が主に微生物などの働きであることが理解されるようになってきた。しかしながら、以前は理由はわからないが、 所定の工程を行うことで概ね同じような状態に変化するという現象を利用することで連綿と行われてきた。このため、一概に発酵食品とは言っても微生物の存在が理解される以前から行われていることにも絡み、微生物の作用以外に酵素の働きによるものや生物の自己消化作用による変化などもその類型に収まる。 日本のわらずと納豆発酵食品の製造では、所定の微生物が働きやすく、逆に望まれない微生物の繁殖が起きないよう、温度、湿度、空気、液体の成分などの環境を整えてやることが行われる。これによって、所定の微生物だけが食品の加工を行うことになるが、それと同時に腐敗など食用に適さない。 状態変化を起こすことが防がれ、結果的に保存性が高まる。このため、発酵食品の一部には、冷蔵庫など、食料保存に便利な道具の発達以前により、食料資源を長く持たせるための保存食としての側面も見られ、特に乳酸菌による、乳酸発酵では発酵の過程で生産される、乳酸が雑菌の繁殖を抑えるため、比較的様々な地域に根付いた。 郷土料理中に乳酸発酵による発酵食品が見出される。発酵食品はそのままでは硬さや成分の点で食用が難しかったり、風味の面で素材そのままでしかなかったものを微生物に分解させることで食用に適するようにしたり、新たな風味を創出したりするという意味がある。よくある発酵食品の方向性としては、 タンパク質を分解させてアミノ酸とし、これが旨味を中心とした食品の風味となるもの、あるいは糖を分解させてアルコール化するなどが見られる。アルコール発酵の過程では、ビールやウイスキーに見るように、ク芽に含まれるアミラーゼによって透過する工程が含まれ、この段階では微生物ではなく、植物自身が作り出した酵素によって加工がなされている。なお、 発酵食品の範疇からは、外れるが、自己消化の作用は、食肉の熟成段階でも利用されており、適切な温度、湿度管理と所定の期間を置くことによって、土地区直後とは異なる風味を持つようになる。これを積極的に行う乾燥熟成肉も、一般的に食べられている。蒸米や蒸麦に種麹を与え、40時間ほど放置すると、麹菌が増殖して、 米麹や麦麹となるが、こうした麹には各種の酵素、プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼなどが蓄積される。発酵とは、これらの酵素が食品中のタンパク質をペプチドやアミノ酸に分解して旨味となり、炭水化物を乳酸菌や酵母が利用できる等に分解して甘味となり、独特の風味となっていく。発酵食品は人類の歴史において、 有志以前から存在していた長い歴史がある。現時点で確認されている考古学的に最古の発酵食品は約8000年前のコーカサス地方のワインである。また、イランでも約7000年前のワインを作成した証拠が確認されている。古代中国では様々な食材を塩漬けにして保存する過程で食材の発酵が経験的に習得され、それらは非潮と呼ばれた。 魚醤、醤油、味噌、漬物などの原型であるひし塩についての最古の文献は、紀元前11世紀頃の周王朝初期の記録書、修来である。日本では、縄文時代末期には、ひし塩の利用が始まっていたようであるが、本格的に作られるようになったのは、中国や朝鮮半島から製法が伝えられたのは、大和朝廷の頃であった。味噌を作る木をけ発酵したパン生地カッコ内は、 発祥地もしくは特産地。香港のシュリンプペースト作りオクラのピクルスチーズワインを作るためのブドウの仕込み作業。ドイツのビール醸造装置中国のプーアル茶の茶餅中国の黒酢香港における工房とは、出荷工房のことである。ありがとうございます。